ここからはハワイのよりすぐりの情報をお伝えしていくハワイ情報局のコーナーです。ご案内はハワイ州観光局マーケティングマネージャーの又賀理恵子さんです。では今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけれども、今日はフラです。あ、フラですか。はい、ハワイといえば、はい、フラと言ってもう過言ではないぐらい皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、狭間さんはフラを見たり実際に見たり踊ったりしたことはありますか？僕は踊ったり、ね、実際したことはないんですよ。テレビや映画で、ね、よく見たりはするんですけどね、はい、これはねすごいなんか興味あるんですけども、はい、でも一つ一つに振り付けがあるという話、これはとっても興味深いなと思って思ってました。ご存知ですね。はい、あ、そうなんです。フラの振り付けには一つ一つ意味があるんですね。はい、例えばですね、はい、これ、はい、狭間さん分かりますか？これ、雨ですか？当たりです。あ、本当ですか？はい、その他にも、あ、お花。お花、はい、お花ですね。あとは波。あ、見たことあります。ありますか？はい、はい、このように一つ一つ振りに意味がありますので、実際それを知ってまたフラを見られると、また違った味があるんではないかと思います。そうなんですね。はい、はい、そうですね。あとフラというのはハワイ語で踊るという意味があるんですね。ですのでフラダンスと言ってしまうと踊るダンスとなってしまいますので、正確にはフラダンスではなくフラと言います。あ、そうな、結構ね日本の中ではね、はい、フラダンスというふうに言ってますけども、正しくはフラなんですよね。はい、そうです。今週はいろいろフラに関することを、ね、お聞きしていきたいんですけども、はい、まずこの物語、このフラに関する物語、はい、伝統などを教えていただいてよろしいですか？はい、フラはハワイの物語や伝統、文化を守り続ける英称や歌に合わせて踊るハワイ独特のダンスなんですね。で、このハワイの伝説ではモロカイ島とカウアイ島でフラが始まったと言われています。魅力たっぷりのフラは今ではハワイの文化やハワイの人々の美しさを象徴する世界的なシンボルになっているんですね。はい、フラは女性のイメージが強いんですけれども、はい、男性のフラもありますので、はい、狭間さんも踊れますよ。そうなんです、はい、どうなんですか、こう男性の方が力強いとかそういった特色があるんですかね。そうですね、フラの女性のフラっていうのは上品で優雅で、そしてしなやかに踊るんですけれども、男性のフラというのはハンドパフォーマンスだったりとか、あとはステップなどが力強くって、はい、たくましさを表現する踊りになっていますね。で、今こう逆に女性のやつを男性がやるっていうのもありといえばありなんですよね。そうですね、もちろんその男性の、踊りを女性がっていうか、まあ、それぞれ違うんですけれども、うん、力強さは違うんですが、はい、踊ることはあります。それも面白いですよね。はい、ではその男性女性以外にも、はい、いろんなこうカテゴリーのフラダンスっていうの、はい、フラっていうのあるんですよね。そうですね、フラには数多くの種類とスタイルがあります。観客に最も皆さん観光客の皆様に最も馴染みのあるものがフラアウアナ、現代フラなんですけれども。あ、現代フラ、はい、こちらは現代の音楽に合わせました現代的に流れるようなスタイルのものなんですね。で、まあ、私のようなこういう格好で踊ることが多いんですけれども、あとはフラカヒホといいまして、はい、古典フラなんですけれども、こちらは今、ね、はい、これは今現代フラのアウアナですね。はい、でこちらあと古典フラっていうのがドラマティックな映像と打楽器、こちらを合わせて伝統的な衣装で踊られるものなんです。でとても神聖で厳粛なものなので、貴金属などはつけるのは NG になってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、で体に布を巻きつけた衣装をはじめ、白のブラウスだったり色もデザインもシンプルなんですね。うんうん、でも現代フラっていうのはデザインや色、柄も華やかで、すごくハワイっぽいものが多いです。あ、そう、なんか聞いてるとね、こう実際に現地に行って、はい、こうフラを堪能したいなというのを思うんですけれども、はい、じゃあ実際にハワイのどういうところに行けば実際にやることができるんですか？はい、はい、正統派フラをですね見たい場合には、ハワイ各地での季節のお祭りやコンテスト、ホテルやリゾートでのライブパフォーマンスショーで見ることができます。観光客向けのレッスンもありますので、実際のフラを体験することもできるんです。ロイヤルハワイアンセンターや、あとワイキキショッピングプラザでは1時間のそのフラを1曲マスターするコースもありますので、はいはい、ぜひこれは無料ですので受けてみてください。はい、この他にもこの2箇所では違う、なんていうでしょうか、
イベントっていうんでしょうか、はい、それを体験することもできますので、ぜひ行く前にチェックしていかれると、うん、いろんなものが無料で体験で受けられますので。無料っていうのは結構大きいですよ ね、 こちらだとね、いいお値段になるっていう話も聞きますからね、はい、結構無料っていうのが多いので、ぜひチェックして行ってみてください。なるほど、分かりました、はい。さあ、そしてフラといったらこういうのっていうのありますか。そうです、忘れていました。フラといえばメリーモナークなんですね。メリーモナーク、はい、メリーモナークというのはですね、はい、ヒロ の、 あのハワイ島のヒロで毎年4月に復活祭から1週間あの開催されるメリーモナークフェスティバルというのがあるんです。でフラコンテストの最高峰と言われている大会なんですね。これは18世紀にアメリカの聖職師、あの聖職師たちの迫害を受けて一時禁止されていたフラを復活されたメリーモナーク、カルカラ王を称えたものなんです。一時期禁止されていたというのはちょっと驚きでしたね。そうですね、選び抜かれたフラダンサーたちがカヒコ、古典やアウワナ、現代など、各いろいろな部門でですね、1週間にわたりフラを競い合うんですね。はい、この他にもパレードや展示、そしてミュージックエンターテインメント、クラフトフェア、ミスアロハ、フラコンテストなどが開催されています。競技会にも、あの競技会は無料で参加することもできますので、あの行ったらぜひ参加してもいいと思います、はい、また地元のテレビもこれは中継されていますので、当日行かれた方はぜひ見ていただいて、 そう、はい、あと DVD も販売されてますので。そうなんですね、はい、やっぱり皆さん、ね、こう思い出して見て、はい、あ楽しかったなっていう風になられるんでしょうね、はい、ぜひ見てみてください、はい、さあ今伺った、ね、フラも、ね、とても面白いなと思ったんですけども、はい、他にも何かこうありますか、フラのイベントというのは。はい、もちろんありますよ。あのハワイでは1年中ですね、フラの素晴らしいイベントが開かれているんですね。1年中ですか。1年中です。いいですね、はい、7月にはオアフ島にあるこの木何の木で有名なモアナルワガーデンで開催されるプリンスロットフラフェスティバルがあります。9月に開催されるマウイ島の国際的なフラの大会、クマカイカフラ、こちらもあります。あとカウアイ島のカウアイモキハナフェスティバルも正統派のフラを鑑賞できます。またフラの伝統を特に誇りにしていますモロカイ島では、毎年5月にフラの誕生を祝うイベント、モロカイカフラピコフェスティバルが行われているんですね、うん、これからですと11月の1日から3日間にわたり、はい、ハワイ島で木王ケアベインターナショナルフェスティバルが開催されます。ハワイや日本から数多くのダンサーが参加し、ソロ、グループ、現代フラ、古典フラの部門に各部門における大会が行われています。あ、もうじゃあフラが一通り楽しめるイベントと言っても過言ではないと。まさにその通りですね。でこの期間中にはハワイの伝統芸術フラにまつわる場所や習慣、そして、楽器などについて学ぶさまざまなワークショップも開かれているんです。そうなんですね、はい、それとイベントとはちょっと違うんですけれども、はい、ハワイ式宴会のルアウもまたフラを鑑賞し、はいはい、ハワイやこちらポリネシア、はい、カルチャーセンターの文化を知るための新しいお祝いの場なんですね、オアフ島はポリネシアカルチャーセンターですね。あとはパラダイスコープルアウ、マウルアン、パラダイスコープルアウ、はい、マウイ島のオールドラナイルアが有名なんですね、うんうん、伝統ぜひハワイの伝統フラを現地で体験してみてください。フラがあるとね、やっぱり現地の方とより仲良くなれるっていうことも ね、 それもありますね、考えられるかなっていうのはありますね。コミュニケーションが取れるって楽しいですね。いいかなと思いますね、はい、渡田さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。以上、ハワイ情報局をお伝えしました。